ももそうですけれども株もかなり荒れた動きをして株の方が反転したために為替の方が全般的に値を戻すというような動向になっておりましたけれどもこういう動きというのは特に今日の主題であるところの部分なんですけれども特にこの最近の相場の中でそういう動きをするケースが強くなってきている。 でまあ、時間帯的なこともありますけれどもこの辺の関係、関連性というのを意識してやることにより短期トレードスキャルピングを勝率を上げることができるというお話を今日はしたいというふうに思います。今4つののの通貨見ていいいたただきましたけれども一番いいのはやっぱこの ユーロ円ですよねこれだけきっちりとくるとそうすると株価のチャートと一緒にユーロ円のチャートを並べてみてその材料の出ない空白時間のトレードをしてやれば儲かるんじゃないかと同じようにリンクして独自の動きが少なく動いてくれるのでということでえー その条件をそ揃えてあげるわけですねでトレードする時のポイントとして私は6つ考えていますでそれは何かというとまず指数をメインで見るのはナスダックの方ナスダックコンポジットの方ですねでこれは後ほどチャートで見ていただきますけれどもで えー、株価の方向性の判断の方法は非常に簡単にやっていますでまず1分足で短い相場の方向性を見ますで使う指標は3つだけテクニカル指標は3つだけ1つは13期間の単純移動平均線 それともう一つは、えー、一目均衡表でいう「遅行スパン」ですねこれは何かというと移動平均線の参照期間を1個だけにする要は今の終わり値を26個前にずらしたものと13個前にずらしたこの2つ変則遅行スパンと私は呼んでるんですけれどもこの2つだけ、えー、この3つだけ。 で見方は簡単まず移動平均線の方向性上向いてるの下向いてるのそれと移動平均線と比較して価格がどこにいるの下に向いている移動平均線の下に価格があれば下落している証拠ですので下落ですねとでその時点で地ースパンが実価格の下に出ていれば一目理論ですから下落している連動性がどうなっているかっていうのを 見るわけですね、じゃあ実際もうちょっと長いデータで見ていただきたいと思いますこれちょうどピークつけてから反落し始めているところ上下上下上下を繰り返して1回反発した株価がちょうどティックを見ていただくと下落に転じてきているでそれと同じような格好で為替も下落しているという環境このまま下落が続くかどうか ここでの判断は移動平均線でナスダックがサポートされるかどうかですね13移動平均線でされればこの反発というのはまだ続くのでこっちの株価もサポートされて反発する可能性が高いとでィックが一応反転なんかぴょんって出ちゃいますねもう,もうこのまんまで見ましょうかこっちの方が見やすいですか ででかいい方が見やすいですよね一番下のティック見ると一応下根を切り下げていないので下げ止まりつつある雰囲気を出していますけれどもここの安根割り込んだら注意ここで反発したらまた情報に行くという判断で連動性を見てやるとそうすると上に行きつつあって売りしますね。でその後後どどんどん,どん,どん上がった後 反転に入ってくるところを見ていただきたいと思いますけれども、ちょっとティック足の方を注目してください、上値、いっぱいいっぱいのところでもう見合った後、移動平均線下落して、その下に値段が出たら、ティックが下がってきてきいます株価、ごめんなさい為替の方も下がってきています。 こういう格好で連動性が出てくるわけですねニューヨークダウ、ナスダック指数を利用した FX スキャルピングトレード株価と通貨の相関性を見た目で判断できる指数スキャルピングとはニューヨークダウ、ナスダックと通貨の連動性が高いときにトレードを行う戦略です 大荒れの相場環境の中で、とても有効な手段の一つとして、注目されている売買手法をご紹介します。本 DVD では、変動幅が高いとき、変動幅の低い通貨を、株価の動きがリスクを押し量るバロメーターとなる、連動性が高いのか低いのかの確認方法、1日に5回から10回行うことをスキャルピングトレード。 心理的にゆとりが持てる勝率を目指す方法株価の動きを利用する戦略エントリーポイント、エグジットポイント損失、利益幅のポイント取引する時間帯などを分かりやすく解説していますトレードで安定した収益を築き上げたい方夜にトレードしたいサラリーマン投資家利益を上げているトレーダーのコツを学びたい方 目的に到達する時間を短縮したいと考えている方必見の DVD セミナーです